さんアイスバーあれ見た、美女と野獣見た。キューピーさんあった私さん、あわちーちゃん私さんアイスバラありがとう。食べる。ありがとう。タンタンさん、初見ありがとう。福岡なんだ。いいね。ありがとう。ちゃんボンタ入ってありがとう。なんか昨日ね歩いてたらさ、歩いてたりとかちょっと立ち止まっただけなのに蚊に3箇所刺されたんだけど、どういうこと？え？やめてもらっていい？なんかもうモテすぎてしんどい。
かも左のふくらはぎ限定なのやめてほしい。なんでそんなに左足臭いみたいな。すごい無比の匂い。ハートありがとうございます。なんで読むの？ちゅーちゃんぽんとハートありがとう。ひとりぼっちI'm not afraid to die.
そう、韓国の友達曰くね、この韓国のムヒは日本のカニめっちゃ効いたって言ってたんですよ。で、期待してます。北京事件、この韓国で刺された分は日本の無比使えばいいんだって思ってたりしてます。仕事行ってきます。頑張って、いってらっしゃい。わかんない、そんなもんじゃない。あっちゃあっちゃまたやった。あっちゃあっちゃまたやった。吠えたら最後とわかるのに、なんか体勢がないからって言ってた。韓国の蚊は日本の部品に耐性がないからみたいな。まあ多分体の問題だと思うんですけど、美女と野獣みたい。それどちらも出会ったことがないからねそう、韓国でねゴキブリがねいたんですけど、韓国のゴキブリ結構広島とか日本のやつよりなんか黒光ってる気がして、あとですごい足の部分とかもねムキムキだったんですよ。まあ、なんかやっぱ韓国人の方結構ガタイ方が多かったですね、普通に。あれ、それと一緒だそれと一緒かと思って、すごかったんですよマジで。で帰ってきてもゴキブリ見たんですけど、やっぱりね、そう、韓国の部分の方がすごいんですよ。え、マジでムキムキだった感じ。なんかもう友達はもうね、ゴキちゃん無理なタイプの人なんで、もう本当に歌いすぎみたいな、もう吐きそうみたいな今から、今からそんなみたいな、何もしてないよ向こうみたいな、別に。さくらさんだった、ありがとう。こちらは喜んでるそこっち側でもうわーみたいな、やばいやばいみたいな何しとんの私は、やばくない。自由研究それにすればよかったからゴキブリ感絶対誰もやらないめっちゃいいじゃん。わあ、ゴキブリ感すればよかった。ゴキブリはやはり繁華街に出るみたいな、夜の繁華街に出る朝方の繁華街。
イスバラありがとうございます。コントもアイスバラありがとうございます。台湾楽しみ。台湾での動きゴキちゃんはどんなゴキちゃんでしょうかって感じで、はい、柱ありがとうね。マンポン、マンポンさん、嘆きすれ虜にする、もっと夢を見せる、もっと楽しんでて、気づいた時には言っちゃった、泣いたら負けやでアップ。本当アイスバラありがとうございます。おはようございます。すごい名前、カレーは喉押し。カレーは飲み物って言いますもんね。もう分かる気はしますけど、プサハタありがとうございます。私絶対カレーは甘口なんです。もう辛さを感じない方が美味しい。ありがとうございます。中辛で大丈夫です。昨日ここめっちゃぷっくりしたね。なんで？なんかめっちゃ風刺されたみたいな感じでここってなったんですけど、なんだろう。まさあありがとうございます。あとアイスバラもありがとう。もちゃんには激辛ダイエル了解し、あーバラありがとう違うこれ違うかありがとう。キャットさんハートとバラありがとう。萌えさんハートありがとう。セイダンゴさんもハートありがとう。キャットさんバラありがとうございます。あー、ほんとアイスバラありがとう、うん、違うね、ありがとね。あ、なんかおでこ、あ、痒くなってきたんだけど、なんでこれ、これなんでか、これ見てもらっていい、うん、やだー。セイダンゴさんありがとうございます。して遊びましょう。本当ですか嘘ですか、あんたに恋していいですか。私さえむさなったありがとう。泣いたら負けやでアップップ。本当はアイスバラありがとうございます。ごからここからってどんぐらいだろう。ありがとう。
こんぐらい。たまに甘口のカレー食べたくなる。あー、たまに甘いのがいいのか。アメとムチアメとムチタイプ。中長さんハートありがとう。ありがとうございます。バタハタありがとう。ムチは欲しくないタイプです。あ、じゃあもう遅いですね。じゃあムチに、うん、確かにうちもムチ欲しくない。いらないよムチだって。やっぱムチがあることによって引き締まるんじゃない。嫌だけどね、そりゃ寒いも嫌だけどって思う。食べたい、これ牛乳かな、それと。なんかちょっと心ここにあらったんですけど、今どうしたんでしょうね。ただいま。なんかいいね、このダボダボ感、楽ちんだわ。ポンタハートありがとうございます。ニキビか、これめっちゃでっかい。台湾にはお友達いませんね。はい、パパありがとう。いや、知らないんですよ。よしったらよかったんですけどね。パンダーズありがとう。どうしゃ、
大島さん、あったあったあった、それでいってきます、またね、頑張ってね、いってらっしゃい、ファイピン。2枚行きたい、あ、でも行きたいって言うけど、マジで熱中症なり、にゃんにゃんにゃん、熱中症ならないように皆さん気をつけてね。降るけど、もう土曜からずっと晴れですよ、これ梅雨明けか、これが梅雨明け、低圧か、今日も暑いので本当に頑張って、みんなありがとうね、みんなもね、家出たくないよね、その気持ちわかるよ、じゃあ出なくていいんじゃないかなダメよ、ちゃんと外に出て、もうやっぱ映画の主人公になったかのような感じでこう外に出ることを失礼しますね。おはようみたいな、おはよう虫さん、おはようキキたち、おはよう、あら今日も美しく咲いてるわね、お花さんみたいな、ドゥンみたいな感じいいじゃないですかね。アレックスセブンさん、ハートありがとう。そういう感じで今日行こうよ。今日はじゃあ、今日ディズニープリンセスになった気持ちで頑張ってみよう。
仕事行くね。またね、行ってらっしゃい、頑張って。じゃあ私も一緒終わろうかな。よっしゃー、エネルギーチャージ完了。まだまだ全然違う。ですけれども、死なない程度に皆さん頑張っていきましょう。生きてれば偉いので、はい、まあ、お仕事とかもね、やっぱ日々だるいなって思うことの方が大きいと思うんですけれども、はい、それに負けじと今日は、ディズニープリンセスになったような気持ちで今ね頑張っていただけたら、なんか上司に言われたとしても、あら、なんか上司さんお怒りみたいだけどどうしてかしらきっと良くないことがあったのね、よしよしやば、煽り先生やばいよね、こういうのって。まあ、そんなあの感じでね、行きましょう。私も頑張ります、行きますよ。中谷さん、あ、まあ、ありがとうございます。じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとう。また明日の朝配信で会いましょう。え？待って、またカニ一つ。またねー。